るデザインは被膜によってデザインするんですけどね、染めだけは被膜を作らないんですね。顔料はやっぱ盛り上がって布目を潰して被膜を作ってしまう。だからこそ布本来の美しさ、テンションを持った布の美しさっていうのがそのまま生きてくる。生きつつも色とか、まあ染めた形でねデザインもできるという、サーフェスデザインじゃないデザインが染めという感覚ですね。もう20年余り前ですけどね、バサッとこうね布を切って剥ぎ合わせたところ始まってるんですけど、それができたというのはやっぱり日本に漂布の技法があって、まあ、和紙で裏打ちするという技法があって、裏打ちするとスパッと切っても布が安定してまた貼り直せてピタッと合わさるって、同じ象眼でも他の素材はそれできないんですね。だからまあここまで細かいことこんなにもできるかいうようなことができ、でき始めて面白がってやって、ふと気がついてくるとこれは世界で誰もやってないだろういうような仕事になってきたんで、まあ誰もやってないもんならやってみようかいう、そういうことで続いてる。まあ、僕の場合やっぱり思想とかイメージが最初にあるんじゃないですね。今計画のない予定のないところから始まって、でとにかく布象眼でどういう可能性があって何ができるか、何が発見できるか、何が魅力かいうことを突き詰めて最終的な形に出来上がって、そこからイメージが生まれてくるんですけどね。だからまあ主役はまあむしろ作者じゃないしに、まあ素材から始まって、で素材の本当に美しい姿をまあ一緒になって探していくという、まあ、それはまあ西洋の人を考えるとあまり主体性がないとかね、まあしっかりコントロールしてないとか計画性がないと言われるかもしれないけど、そういう方法ではできない、もっともっと可能性のある世界があると思ってやってるんですけどね。工芸の特色を一言で言えば、素材と技術を最初から決めてかかってるんですよね。それはまあ非常に不自由なことで制約もあって、むしろ素材業なんてなもんは、まあ、選べばいいものであって最初に決めてかかるのはダメだというふうに考えられるかもしれないけど、素材をしっかり見極めて、で素材の可能性のものを生かすための技術を、まあ、一生懸命開発してねやってこそ表現できる方法っていうのがあるんですね。でその素材技法がやっぱり思想とかイメージっていうものをこう見出す大きな影響を持って、で可能性を広げてくれるということで、むしろ素材技法を最初に決めてかかるっていうのは非常に有効な方法だと思っています。Thank you.